林選手ですかね、対応してたところにプレスバックでボールを回収しましたからね、コロリが剥がした、北川に渡した、右足のシュート、コロリ運んで、そして北川仕留めた。今日先発の北川光也、およそ1ヶ月にっぷりのゴール、大事な試合で決めました。